モサメですは、アンゴラの都市。大西洋に面した港町で、ナミベ州の州都である。1985年までは、モサメです。1985年から2016年までは、ナミベと呼ばれた。ルアンダ、ロビとベンゲラに次ぐアンゴラ第4の港町で、内陸部のメノングエまで基幹線六6 7ミリメートルの鉄道で結ばれている。 現在のモサメデスにあたる場所にはかつてチトトチョーパツアーと呼ばれる集落があった。ヨーロッパよりやってきたポルトガル人は1485年にこの集落をムススンゴビトトと名付け後にアングラドスニーグロスと呼ばれるようになった。1665年の探検ではモサメデス男爵にちなみモサメデスワンと呼ばれるようになった。植民地化の際に サンフェルナンドでナミベトリデが建設された。1840年、ポルトガルによって、現在の市街が建設され、モサメデス州の州都とされた。1975年、アンゴラが独立。独立後も、モサメデスと呼ばれていたが、1985年にナミベへ改名された。州名も同時に変更され、ナミベ州となった。由来は南にあるナミブ砂漠である。 だが解明後も住民は、旧称のモサメデスと呼び続けていたことを理由に、2016年6月27日に、自治体政府は名称をモサメデスへ差し戻すことを発表した。ナミベ州の名称はそのままのため、州名と州都が一致しなくなった。モサメデスのなお関数行政区画は、第2級行政区画のムニシピオと、その下の第3級行政区画である。 コムナの2種類がある。どちらも基礎自治体、市町村と訳すことができるため、ここでは言語の表記に従う。沖合に強い寒流のベンゲラ海流が流れている関係で、モサメデスの気候は涼しく乾燥しており、南に広がるナミブ砂漠の延長的な砂漠気候となっている。欠片の気候区分では熱帯砂漠に分類される。モス水。 ブリタニカ国際大百科事典。2021年5月6日閲覧。キャピタルドゥ・ナミベ・ボルタ。エーセール・モスミズ。ジョーネル・デ・アンゴラ。2020年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月6日閲覧。ナミベ・シダージ・デ・モスミズ・コンプレータ・ホーヤ169アノス。アヘア・アンゴラ・プレス。2020年10月26日時点の オリジナルよりアーカイブ。2021年5月6日閲覧。フランシスコとロバーソスバルデズ、Six years of エトラベラー、エスライフインウエスタンアフリカ、ボリューム2、ピアニッシモ、336から338、プロ c e ンセスオブアンゴラ、statoids.com。2021年5月6日閲覧。ムーニチピオドゥナミベパッサエチャマール、セモスミズ。 アヘア、アンゴラプレス。2020年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月6日ツラ覧。ナミベアゴライモスミズ、オトラベス。ボイスオブアメリカ。2021年5月6日ツラ覧。アンゴラ、プロビンセスミューニセパラティス。シティパプアレーション。で、2021年5月6日ツラ覧。アンゴラ、プロビンセスコミューンズ。 シティパピアレーションで2021年5月6日閲覧。クライマターファルフォンナミベ、プロブ、ナミベ、アンゴラ。ベースラインクライメートミーンズフロムステーションズオール、オーバーザワールド、ドイチャウェターディッシュと2016年2月6日閲覧。ありがとうございます。